宮城いは、日本の空手屋。沖縄県浦添市場館出身。沖縄小林流から手道協会藩士10段。沖縄小林流から手道協会第4代会長。沖縄伝統空手道振興営現副会長。沖縄県空手道連盟元会長。元顧問。浦添市場館3丁目7番14号にある、宮城道場の創設者。 兄は、元浦添市長の宮城健一。ザウの名、稽古理念は、努力、忍耐、継続、世界平和。空手を学んでいた父親に憧れ、高校3年生の時に空手を始める。琉球大学卒業後、教師になり、定年まで中学校にて、英語や社会科を教えた。1953年4月、首里高校空手クラブ入部。 1954年4月、コーラ・シュルに指示。1955年4月、金城・金森に指示。1957年7月、小林流、宮平・カ也に指示。那覇市姫百合通りにあった道場を訪れ、その場で入門した。1960年7月、祖剣法犯に指示。1964年8月、イトス、安純明ひ幕式で。 法能演武。1983年7月、第9回全党体育祭で、小林流代表で演舞。1995年、浦添宿主導連盟の立ち上げに関わり、初代会長となる。2002年4月、沖縄小林流から手道協会副会長に就任。2004年3月、半死十段取得。2010年4月、 沖縄伝統空手道振興会副会長に就任。沖縄県空手道連盟会長に就任。2011年10月、首里城お庭で、奉納演舞。2012年12月、沖縄小林流空手道協会会長に就任。2013年10月、沖縄空手道小武道功労賞受賞。2015年11月、 沖縄県文化功労者として表彰。2020年10月には沖縄県内のスポーツ振興の分野にて功績を残したとして県功労者10人のうちの1人に選ばれ、玉木デニー一時より表彰を受けた。現在においても道場を続けており、フィリピンやフランス、アメリカなど世界中から愛好家が訪れるほか、自らも指導のため、ブラジルやドイツなどに赴くなど、 80歳を過ぎても、なお精力的に活動している。文下生であるジェームズ・エイチ・リリーは、著書のミスター・宮城メニ、当時米兵だったリリーが、1963年、タクシー運転手に、宮城道場を紹介されて、門を叩いてから、宮城に厳しく指導されながら、やがて生涯にわたる信頼関係が築かれていった、反省を詳しく記している。 2017年、沖縄県富城区市富城区城市公園跡地に開かれた沖縄空手会館の会館を記念して発売された沖縄空手会館落成記念切手シートのモデル10人のうちの一人となった。長女の宮城紀美子は都内で新旧市をしており、富士テレビで放送されていたトーク番組 5LDK 第5回にゲスト出演したことがある。ありがとうございます。